ちゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。はい、巨人の新助っ人。はい。ヨアン・ロペス投手。はい。なんと WBC のキューバ代表辞退ということで。ねえ。理由が契約に集中したいという、はい、まあ、巨人と契約してるんだけどさ、はい、メッツでね、うん、まあ、今年巨人がセットアッパーかな、うん、まあ、それに起用したいということで、はい、まあ、ロペスと契約を結んだんだけど、はい、まあ、やっぱり優秀なピッチャーだけに、はい、まあ、キューバの代表に選ばれるようなもんね、これは、ね、うん、だけど、まあ、それを辞退と、うん、まあ、これあのどっちが言ったか言わないかっていうのがあるんだけども、はい、まあ、巨人が早く来てくれないかと、うん、辞退してくれないかっていうような、うん、いや、それは許さないっていうねことを言ったのか、それともそのロペスが本人がね、いや、早く日本に行って、うん、日本の野球をになれたいっていうようなね、うん、そういう意気込みなのか、これはどうも、うん、シーズンに集中したいというロペスの意向を尊重したということ、まあ、それだったらね、俺すごい期待していいと思うんだよのようですよ、記事によると。やっぱりね、キャンプから参加できるっていう、うん、まあ、いつ来日するかはわからないにしても、はい、そういう気持ちがすごくあの新外国人って大事だし、うん、それであのやっぱこう活躍できるその外国人選手っていうのは、うん、とにかくあのチームに慣れようとするよね、はい、ウォーカーだってそうだし、はい、まあ、ポランコはクビになったけども、はい、あのポランコだってなんかチームメイトとうまくいったり、うん、ウィラーだってそうだよね、はい、だからロペスもなんかそういうタイプの人間なのかなっていうような、うん、そんな感じがして、うん、日本のその契約をすごく大事にしてくれたっていうことは、うん、すごく期待してもいいかなっていうふうに思うよね、これはね。うん、だから巨人側から言ったのかなって言ったらまた違うし、でもね、はい、キャンプでやることはたくさんあるんだよ。うん、やっぱこうコーチは何を見たいかって言ったら、やっぱ制球力だとか、うん、そういう体のこう作りだとか、あとはクイックができるとか、まあ、いろんなチェックポイントがありながら、はい、まあ、やらなきゃいけないと。ほんでもう一つはあの選手たちのなんていうのかな、コンビネーション、はい、いろんな、はい、取って投げたりとか、まあ、単純なバント処理のケースにしても、はい、うん、どんな球を投げるとか、うんうん、どういうフィールディングの能力があるとか、うん、それによってはその野手がカバーしなきゃいけないとか、はい、まあ、いろんなねことが山積みなんだよね、最初の選手っていうのは。だからそこであの辞退をしてこう来てくれるっていうのはね、はい、すごく大切なこと、はい、まあ、それとやっぱり日本の文化を学ぶ上でも、うん、やっぱりこう WBC が終わって開幕寸前に来て、うん、じゃあ活躍期待できるかっていうとさ、うん、やっぱり1ヶ月ぐらいは慣れる期間が必要でしょうみたいな、うん、チームにもそうだし日本という環境全くね、ま、全く違うからさ、身を置くわけですから、そう、はい、それでやっぱ住む家だってあるしさ、うん、だからそこをどうするかとか、それこそね、細かいこと言うと食べるものだったり何だったり全部違うから、まあ、そうだよね、そういったことの慣れとか、うん、そういうのも必要ですかね。そうそうそう、うん、だからもうそういうことを考えるとね、はい、あの本当に契約を大事にしてくれて、はい、辞退をしてくれたっていうのは、うん、すごくなんかこう頼りになるなっていうようなね、はい、よくこう分かってるなっていうような、はい、そんな感じがするよね。うん、でね、投げてるボールって前の動画でも撮ったんだけど、はい、やっぱね、一流のボールは投げるわ。うん、ものすごいやっぱ球も速いし、はい、キレもあるし角度もある、うん、ただちょっと変化球の数が少ないんだけど、うんうん、まあ、チェンジアップ、スライダー、まあ、その2種類ぐらいかな、うん、ほぼ8割がまっすぐだというふうに思ってもいいんだけど、はい、まあ、そのまっすぐはやっぱ角度があるし球キレあるし、うん、まあ、速いしということでね、うん、であとはチェンジアップとスライダーという組み立てなんだけども、はい、まあ、やっぱこう大勢の前で、うん、まあ、ぴっちり抑えてくれると、うん、やっぱこれはあの頼もしくなるよね。だから野球が6回まで先発ピッチャーがある程度投げればしっかり、うん、で7回、まあ、誰かに貸して、はい、8回ロペス、9回大勢ってなると、うん、やっぱ6イニングが勝負だから、はい、まあ、そうなってくるとものすごく大きな投手になってくるよね。うん、うん、まあ、安定もしてるだろうしコントロールで苦しむことは多分ないと思うよね。うん、うん、まあ、キャンプ行って日本の審判とかもやっぱ後ろで見てストライクボールっていうのをやってくれるんだよ。はい、ね、その確認もやっぱこう日本でブルペンに入るとできるだろうしね。うん、やっぱ世界基準と
日本の野球とはまたちょっとやっぱストライクゾーン、まあ各国で全然違うからね、うん、だからそういう意味ではそういう確認もできるっていうことはすごくいいことかなって思うよね。そういうのはもうこういうね実践っていうかキャンプとかで感覚とかももうやってみるしか方法がなかったりするわけじゃないですか。そう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 、だからやっぱりああこれはストライクを取ってくれるんだくれないんだとかっていうことも含めですかね、うん、まあそれもちろんそうだよね、うん、まあそういうのが分かってれば、うん、ブルペンでも調整が効くだろうし、うん、まあ実際試合に立ったとしても、うん、やっぱり納得するボールがボールになったとしても、うん、カッとなることはなく、うん、ああ日本はここボールなんだなとか、うん、いろんなこう情報が得られると思うしね、うん、だからそういう意味ではすごく早く、うん、来るっていうのは、まあ、メリットあるよ。あとやっぱりコミュニケーションだな。なんと言っても、ね、うん、選手同士のコミュニケーションやっぱ30歳、うん、ね、うん、まだ、まあ、中堅ぐらいだよね。まあベテランとは言えない、もう中堅ぐらいだよ、うん、その選手たちがやっぱりベテランのいじりがあったりとか若手の質問があったりだとか、うん、同じような年の人間と飯食いに行ったりとかしながらやっぱこうチームメイトになっていくからさ、はい、だから早く来るっていうことはもう本当に害は全くないよね、うん、利しかないよね。メリットしかメリットしかもう全くないよ、はい、うん、だからそこをこう選んでくれた新助っ人ね、巨人の、はい、これは頼もしいなと思うね、うん、ね、どういう、ね、選手のキャラクターなんでしょうねすごい気になりますけど、まあ、そうだな、ウォーカーがね、はい、この前どういうのかって言ったら、うん、まあ、本当に不器用ながら一生懸命やるでポランコだってメジャーで実績ありながらなんかパワーとかやったりとかさ、はい、まあ、ウィラはああいうねなんかこうアニメのキャラクターに似てたとか、はい、まあ、いろんな濃いキャラクターが多い巨人の助っ人なんだけども、うん、まあ、ロペスがね、うん、どういう なんかこういう話をさ、うん、聞くとなんかこうやっぱり紳士的な真面目な人間なのかなっていうふうに思うよ ねなんかこうね、釣りにすることに対しての準備だったりとかの姿勢もね、うん、そう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 、そう、うん、もちろんね9番の代表になるっていうこともすごくいやそれは名誉なことだよ、名誉なことだと思うんですけど、うん、それを辞退してまで新しいことに、ね、でもね昔だったらね、うん、絶対来なかったよ、キューバの代表を務めてから絶対来てたよ昔だったら、昔だったら、うん、どんな外国人でも、うん、やっぱ その国を大事にして日本には来なかったよ、うん、でもだからそれだけ日本の野球が舐められてたっていうことなんだけどさ、そういうことですかね、うん、だけど、まあね、やっぱキューバをねなんかこう国をどうのこうのっていうんじゃなくて、うん、もう多分仕事としてのそう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 巨人に対しての思いっていうことでこういうことなんでしょうけど、まあ、それと、ね、やっぱりね日本の野球っていうのをやっぱこう情報として、うん、いろんな人から聞いてると思うよ。なるほど。で甘くないよっていう、うん、やっぱレベルは高いよっていう風なことを聞かされてるんだと思う、うんうん、それとそのアメリカンドリームじゃないけど、はい、日本でもしっかりした仕事をすれば稼げるよっていうことも多分言われてると思うんだよね、うん、だからそういう意味ではやっぱこう日本で成功したいというね、うん、なんか思いがすごく伝わってくる選手、うん、だからこういうことをあれするとさなんかこう応援したくなるよね自然と本当にどういう選手なんだろうっていう興味から、うん、ね、シーズン始まったら、うん、どんな風な球を投げるんだろうっていうところから、そうそうそう、今言いましたキャラクターはどんな人なんだろうっていうね、そうそうそう、やっぱ興味が湧いてくるよな。そうですそうです。でやっぱこう好意的になるしね、うん、で日本をすごく大事にしてくれてるというね、うん、いうところからちーちゃんだって応援したくなるでしょ。そうです、ね、でなんかねロペス選手って今までにもたくさんいたので覚えやすいですし、まあ、そうだね、そうそう、まあ、かぶってなそうだけど、まあ、うん、ね、まずはお顔を見て、うん、動いている姿を見るとすごく自分の中でスッと落ちて、うん、ロペス選手っていうのはすごく気になりますね、まあ、そうだね、うん、まあ体型的にもねなんかスラッとして、そうでしたね、ピッチャー体型なんだよね、うん、手足が長くて190cm身長ありますね、そう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 、スラッとしててね、うん、すごく投げる球も力強いし、うん、だからなんかこうピッチャーらしいピッチャーがなんかこう入ってくるなっていうような、はい、まあ、そんな感じがするよね、はい、だからちょっと一頃巨人のピッチャーって、うん、ちょっとでかくてボテッとしてる選手が多かったけども、うん、今度はスラッとしたね、うん、ピッチャー体型で本当にピッチャーらしいピッチャーが入ってきたんで、うん、ね、これはこの
気持ちが嬉しいというねことでちょっと動画にしましたけども、はい、ね、なんか巨人もあのなんていうのそういう心意気っていうのは、うん、まあ、原監督はすごくそういう心意気を持った選手っていうのは好きだよね。そうですよね。あ、だからすごくあの手厚く迎え入れると思うよ。はい、あ、それとこういう選手っていうのはやっぱり選手も俺と同じような気持ちになると思うんだよね、うん、日本を大事にしてくれたんだとかね、巨人を大事にしてくれたんだ、契約を大事にしてくれたんだっていうことで、はい、仲間に入りやすいと思うよ、うんうん、ね、うん、ね、早くこう日本という環境とチームに溶け込んで ね、うん、なんか活躍がなんかこうもう約束されたような、いや周りの選手が応援してくれるから、はい、うん、で仲間として本当に取り入れてくれるから、はい、だからなんかもう活躍が目に浮かぶようですよ、はい、ね、頑張ってくださいよ、はい、はい。